あそこが収容室だ。巨大な隔壁だな。後ろの通路が荷物用エレベーターに繋がってる。もしまだ動いていれば地上に出られるはずだが、まずは奴の正体を暴くとしよう。そうですね。よし、行くぞ。準備はいいですか？ああ、いいぞ。動くな。ゆっくりとこっちを向け。おい、聞こえてるのか？おい、早くしろ。ゆっくりとこっちを見る。武器を捨てろ。エヴァン、貴様、グ、お前は一体何者なんだ？カオスインサージェンシー、そういうことさ。何が目的なんだ？はあ、これを爆破するのさ、施設ごとな。この後ろにある液体が何かわかるかい？君たちが SCP-8JFLM と呼ぶ SCP-6 だ。SCP-6? 後ろのが全部そうなのか？その通り。これがいつ収容されたかわかるかい？これは、つい最近、収容されたと聞いた。残念ながら違うんだな。え？これがこの施設に運ばれてきたのは、1926年だ。え？これが、なぜ？誰が？何のために？これをここに運んできたのは、カオスインサージェンシーさ。まだ、財団から離反する前のな。え、でも、カオスインサージェンシーは、1924年には財団を裏切った。そう言いたいんだろう？が、それは間違いだ。まあ、それはどうでもいい。財団が、これをどのように使っているかわかるかい？見当もつかないだろうな。我々が離反したのは、それが理由なのだから。財団は言う。カオスインサージェンシーは自身の利益のために、アノマリーを積極的に用いる組織だと、我々財団の理念は、確保、収容、保護、である、と。我々インサージェンシーは、信じていた、その、財団の、理念を。しかし、財団は、その理念から離反するために、我々を作り出したのだ。何が、言いたい？お前たちが盲信する財団は、存在しないということだ。財団の理念など、作り話に過ぎないのさ。はは、もう終わりだ。あの時、いつか埋め合わせをすると言ったな。なら今だ。理解しろとは言わない。ただ、抵抗することなく。消えてくれ。すまない。あれは、確か、D クラス。一体、何を、ここから、出なければ。
SCP-107-W1 の2を確認。司令部、収容許可を願います。収容を許可する。以上。了解。SCP-107-W アイテム番号 SCP-107-W オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-107-W への接近はイベント 107W 発生中かつ日本支部より派遣された機動部隊2級モータルオフィサーに限られまた SCP-107-W 内部への侵入は同部隊隊長である D2932 のみ許可されています。SCP-107-W の半径 10km を、カバーストーリー政府研究所からの放射線物質漏洩を流布した上で立ち入り禁止区域とし、鉄条網と人感センサーを設置して、一般人の侵入を防いでください。立ち入り禁止区域内への一般人の侵入が確認された場合、地元警察官に扮した職員を送り、立ち入り禁止区域からの立ち退きを促します。立ち入り禁止区域からの立ち退きを拒否した場合、直ちに拘束し、クラス B 記憶処理を施した上で解放してください。この際武力を用いても構いません。一般人及び許可を受けていない財団職員が SCP-107-W 内部に侵入した場合、当人が要求したとしても、救出は行われません。イベント 107W が発生した場合、機動部隊2級が SCP-107-W 内部への侵入口で待機し、携帯型 SRA を装備した D2930 が D クラス職員に偽装して内部に侵入します。この時、最優先目標は SCP-107-W1 の脱出阻止及びサイト爆破阻止となります。SCP-107-W1 からの連絡には一切応じないでください。説明 SCP-107-W は、に存在する、サイト107内全域に広がる異常空間です。SCP-107-W の位置する、は熱帯雨林気候であり、サイト107はジャングルの中に存在しています。SCP-107-W は、年10月9日に要注意団体カオスインサージェンシーのエージェントであるエヴァン・クロフォードによって引き起こされたサイト107中規模収容違反の封じ込めの際に用いた、SCP。の現実改変によって発生したと考えられています。これは、サイト107に収容されていた、SCP との相互作用が原因であるとの仮説が立てられています。サイト107の収容違反の封じ込めに SCP の現実改変を用いたのは、サイト107にて SCP-8JFLM と呼称される SCP-6 による、とある明確な理由のためです。SCP-107-W は、財団が封じ込めを行った時間から、収容違反が発生した。年10月9日に巻き戻る約23時間のタイムループに陥っています。このタイムループは、約10ヶ月周期で発生しています。このタイムループをイベント 107W と呼称。この間に SCP-107-W 内部で発生する出来事は、毎回多少の差はあるものの大まかな流れに変化はありません。イベント 107W 発生中に SCP-107-W に侵入した場合、タイムループに囚われることになります。これは、携帯型 SRA によって防げることが判明しています。収容違反が発生した。年10月9日にサイト107にいた人物、およびその後に SCP-107-W に侵入しタイムループに囚われた人物は SCP-107-W1 として指定されています。人物ごとに SCP-107-W1 から89としてナンバリング。完全なナンバリング一覧は SCP-107-W1 一覧を参照してください。D2930 が行った調査の結果、SCP-107-W1 は生物学的にタイムループ以前の人物と何ら相違点がなく、完全に同一人物であると考えられます。SCP-107-W1 が SCP-107-W の影響下から外れることは、現在許可されていません。これは、SCP-107-W への影響が予測できないためです。また、SCP-107-W1 によるサイト107爆破は、という結果をもたらしました。よって、SCP-107-W の封じ込めはイベント 107W 発生中の SCP-107-W1 の脱出阻止、および SCP-107-W11 のサイト爆破阻止に主眼が置かれています。
SCP-6 が関連していることから、事態の深刻さを鑑みた O5 評議会はサイト107で発生した収容違反を記録上から削除し、サイト107は現在も公式には稼働しているように偽装することを決定しました。これに際し、SCP-107-W に関連する SCP-107-W1 の偽造人事ファイルが用意されました。また、本文書へのアクセスはクリアランスレベル5、107W を持つ職員に制限されました。SCP-107-W からの SCP-107-W1 の救出が現在計画されています。ホイ1、現在、イベント 107W の発生周期が狭まっているのが観測されました。現在のペースで短縮していった場合、年1月23日にイベント 107W が重複して発生すると予測されます。ホイ2、SCP-107-W1 を救出する計画は、永久に凍結されました。インタビューログ 107W7 インタビュアー、アーリア検査官、対象、D2930、以下は、1回目のイベント 107W 収集後に行われたインタビュー、その抜粋です。なぜ、107W1 の2をあそこで終了させなかったのですか？あなたは十分それが可能だった。銃の弾が切れちまったんだ。あなたが使用した拳銃を回収して調べたところ、弾倉にはまだ弾薬が残っていました。もう一度聞きます。なぜですか？なぜそんなことを聞くんだ？結局、私の部隊が仕留めたんだ。結末は同じだぞ。記録のためです。まあ、そうだな。せめてもの情け、ってやつだな。情け？ああ、そうだ。最後にせめて。日の出でも拝ませてやごうと思ってな。あの時、107W1 の2は瀕死でした。無意味な希望を見せるより、すぐにでも楽にしてあげるというのが、情けというものではありませんか？面白い冗談を言うな。何がおかしいのかわかりません。何を言っているんだ？あんたがと、同じじゃないか。D2930、もう少し具体的にお願いします。だってそうだごう。あんたが財団がやってることと、同じじゃないか。